最初にですこの作品を例にしたいと思います。彫刻です。この彫刻をですね、皆さんに配布したテキストは別にして、図版などを通じてこれまでにあこれ見たことあるよっていう人ちょっと手を挙げてみてください。見たことあるよ。はいはいはい、いいです。いつもそうです。ほとんどの人はですね、この彫刻というものはどこかで見たことがある彫刻なんです。ほとんど全員がです。で、この彫刻というものは他にあと2つあります。ロダンの考える人、見たことあるよ、どっかで見たことあるよ、コマーシャルでよく出てくるのというわけです。あれが有名ですね。もう一つはミロのヴィーナス、ミロのヴィーナスと考える人とこの彫刻、この3つは超有名な彫刻ということが言えると思いますね。多分世界史の教科書とかです、美術の教科書で聞いたと思いますけれども、でも考えてみるとですね、これ日本人の作家が作ったものじゃないわけですね。でもおそらく多くの世界中の人々がこの彫刻については見たことがある、知ってるよっていうふうに言えると思うんです。ということは、この彫刻は芸術作品として相当に重要なものなんだということですよね。じゃあ、この像はなぜそんなに高く評価されているのかっていう、なぜそんなに価値があるのか、どうしても知らないと思わないですか。どうしてこの彫刻はそんなに評価されているのか、それも疑問だと思いますが、そんな素朴な疑問を発すること、それができるようになるとステップ2を上がっていくという段階に入っていくということが言えると思いますね。逆に言いますとですね、こういう情報を紹介されて、あそうなの、かっこいいね、すごく上手に作れて作られてるじゃない、素敵ね、さすが名作ねとかいうことでですね、納得してしまうだけでは、ステップ2の下の方にいて、脱出の目処を立たないということが言えるかもしれないですね。今日はこの彫刻について、どんな感想とか疑問が生じるのか、そしてその疑問に対する答えは何なのか、そしてなぜこの彫刻がそんなに価値があるとされているのか、この彫刻作品の芸術としての、価値などを見ていきたいと思います。はい、これテキストの方にご覧しておきました。彫刻の写真を挟んでですね、左右に記載してあります。左側が感想、右側が疑問です。これは、だいぶ前ですが、美術科の1年生の学生に鑑賞演習を行った時の学生の反応なんですね。今日これを使って考えていきましょう。もちろん、例えばこういうものなしにですね、少人数の場合には、彫刻だけを見せておいて、順番にじゃあ感想を言ってちょうだい、疑問は、そうしてここに書き合う、板書しながらですね、寄せ集めていくっていう作業をしていくと、もっとリアルにですね、理解ができるんですけども、それは時間も、かかりますので、今回は既に行われたものをサンプルにしたいと思うんですね。ほとんどの学生がやはり知識としてはですね、この像はダビデっていうタイトルなんです。多くの人が知ってました。これダビデ、これ作った人はね、ミケランジェロ、イタリアの作家、ダビデ、ミケランジェロの作品ということ、多くの人が知識として知っているわけなんですね。それでまず学生に聞いてみた。この彫刻の題名はダビデだっていうことを知ってた人尋ねるよ。ダビデってどういう意味なのというとですね、いやーダビデは知ってるんだけども、ダビデはどういうことかちょっとわかんないです。もう一つ奥まで行ってないんですね。クイズ番組の場合でしたらね、その辺を知ってるだけでいいんですけれども、美術作品の鑑賞ではそこがスタートです。そこから始まりです。それでね、次に
こんなこと知っています。作者はミケランジェロだって知ってた人もいたよ、いたよね。ミケランジェロはなぜこのダンテという彫刻をなぜ作ったんだろう。こんな疑問が起きないですか。あるいはなぜこういうポーズを取らしたんだろうとか、こういうふうにスライドの映像を見ているうちにいろんな疑問が生じてきませんかって学生に尋ねてますね。ほとんどの学校で、ね、ぼーっとして見てるだけなんです。多分皆さんもそうかもしれない。実はこういう一級品の超有名作家による超名作っていうのを前にするとですね、普段の判断力っていうのはどっかに飛んじゃうんです。名作っていういわば権威、指定者、規定です。これで圧倒されちゃうだけなんですね、まあ、そういう状態っていうのは、女子高生とちょっとはいいと思います、素敵とか叫んでる、ヨン様と叫んでる、あれと同じなんですね。表面するだけちらっと見て無批判に全面的に受け入れてしまう、そういう状態だから、そこには頭がない、思考がない状態になっちゃうんですね。あまりにも有名すぎる、その権威に圧倒されてしまうと思考がなくなっちゃう、ぼーっとしちゃう、そういうことだとは思いますよ。じゃあこれからそこに書いてある美術の学生は単語をもとにしてダビデの意味と価値について考えていただきますね。はい、ここに書かれているのはですね、まず感想の方をちょっと見ていきますね。頭のインパクトが弱い、感想ですが個人的な主観もありますよね。頭が大きいって書いてあります。感想は頭が大きい、どうですか。あ、そう言われるとちょっとこの像、体のバランスというか頭がちょっと大きめだね、そう思う人がいる。その次、手が大きいから、ちょっとそう言われればこの手は随分大きいぞ、自分の手と差を比べてみると随分大きく作られているぞっていうことがわかるんですね。力強い意志を感じる、筋肉たくましい、リアルな筋肉、確かにその通りですね。理想的スタイル、筋性が取れているっていう感想がありますが、これとは対照的です。頭が大きいっていうのは筋性が取れて理想的なスタイルになるんですね。ある人にとっては理想的なスタイルだと見てるんです。ある人にとっては頭が大きいしても大きいぞと見てる人がいるわけですね。動きがゆったりしている、動きを伴っている、左右の足の長さが違って見えるよっていう人、何が小さいって言ったのに何って真摯なこと言ってるんですけどね。そういうようないろんな感想がありました。そして、もう一方、疑問点はどんなものがあるか、なぜこの像がヌードなんだろう、どっか見てるんだけどこれ何見てるんだろう、鼻の穴掘ってあるの。子供はね、結構こういうことに、ね、感じの、どこまで鼻の穴掘ってあるんだろうね、そういう疑問がある。4番目、何か持ってんだけどこれ何だろう、そういう疑問。ここにね、木が、右足の木とは何だろう、こんな疑問が出てきます。まあ、こういうふうに感想疑問というものが出てきたわけですが、まあ、多くの感想の中で、はですね、筋肉たくましくてリアル、そういったですね、外見上のかっこよさとか力強さに対する反応が多かったんですね。で、それらの学生の反応を、感想をですね、大きくまとめますと、こうなります。若くてたくましくてかっちょいい兄ちゃんっていうですね、筋肉バンズのトップレベル、こんな感じのイメージとしてこの像が映るっていうことなんです。さて、作者であるミケランジェロ